どうもおてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV ではアクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして本日は昨日に引き続きなんですけれども、二酸化炭素について話していきたいと思います。で、昨日の動画、まあ見てない方はもしよければ、見ていただきたいんですけれども、まあ、温暖化のね、ちょっとお話しさせていただいて、で、海の水、にはたくさんのね、二酸化炭素が貯蔵されていますよっていうお話しさせていただいたんですけれども、まあ、大気中にね、二酸化炭素が増えると、海のね、表面で、まあ、波とかね、攪拌されているうちに二酸化炭素が海の水にも溶けてね、で、貯蔵されていくと。で、逆に海の二酸化炭素も大気中にね、放出されるっていうことで、まあ、交換されているっていうような、記載が、まあ、気象庁のね、ホームページにあったので、まあ、二酸化炭素がね、まあ、増えることによって、まあ、温暖化していくっていうんだけど、その二酸化炭素が増えることによって、海中にもいっぱい二酸化炭素が増えていくんだよっていうような、記載があったと。で、あれ、はてな、みたいな。で、アクアリウムって、まあ、常識的な感じで言われているのが、エアレーションをすると二酸化炭素が逃げていきますよっていうことで、だからエアレーションしすぎると逃げちゃうから、水草光合成するのに二酸化炭素が必要だから、まあ、エアレーションはね、あんまりしない方がいいんじゃないのっていうようなのが、まあ、常識的に扱われているんだけれども、まあ、昨日のその話だと、二酸化炭素って水に溶けやすいんですよね。溶けやすいから、エアレーションすると逆に増える可能性もあるんじゃないのかと。ああ、じゃあちょっと実験してみようと。本当に増えるのかなっていうことで、実験するっていう、ちょっと前置き2分ぐらい話しちゃいましたけれども、そういう動画でございます。で、まずはね、水を確保するために、金魚の飼育水を今回使用しました。水道水でも良かったんだけれども、水道水って元から一応二酸化炭素がね、結構含まれているので、まずはちょっと飼育水、そんなに多分二酸化炭素がないだろう水にしました。で、水温はだいたい23度か4度ぐらいの近辺でした。で、測るのはおなじみテトラのテスト6 in 1でございます。試験紙ね、これで測ると二酸化炭素の濃度も分かるので、はい、それでアプリのね、アクアティクスっていうアプリもあるんで、それで測ったところ、はい、総高度5、炭酸塩高度10、 pH が 7.7 で二酸化炭素濃度が7ということでございます。炭酸塩高度と、pH、の数値が分かると二酸化炭素の、まあ、濃度が出るっていう数式があるみたいなので、一応この水槽の濃度は7っていう形ですね。うん、で、まあエアレーションをしまして、空気中の二酸化炭素がエアレーションで水に溶け込むのか、はたまた逆に逃げていくのかっていうのを調べました。で、とりあえず30分ね、30分エアレーションしてどれぐらいね、数値に差があるのかっていうのをちょっとやってみようかなみたいな感じでございます。んで、はい、もうちょっとで30分経とうとしていますね。はい、で、同じようにテトラのテスト6 in 1で測りました。んで、右と左で分かれていまして、左が30分前で、右が30分後の数値でございます。で、右側の上から、総高度4、炭酸塩高度10、 pH が 7.4 で二酸化炭素濃度が13っていうことで、まあやっぱちょっと増えたなっていう感じですね。で、二酸化炭素が増えると pH が落ちます。二酸化炭素は酸性に傾くような性質を持っているので、増えたから pH が落ちたっていうことで、まあ、飼育水に限って言えば、二酸化炭素をね、添加してないような状態の飼育水では、逆に二酸化炭素が上がったっていう結果でございました。で、次は逆パターン。で、飼育水の方にね、二酸化炭素を添加して、二酸化炭素が多い状態にしてからエアレーションしたらどうかなっていうことで、はい、重曹とクエン酸を使って、まあ、二酸化炭素を作ってね、それを添加してみようということで、やっております。で、はい、
二酸化炭素をこうやって作ってね、うん、水入れるとこう二酸化炭素が出るので、でそれをまあ私の前動画であげたあのコップを逆さまにするパターンね、うん、これで二酸化炭素を溶け込むのをちょっと待つような形でございます。で、時間が過ぎたのである程度ね、はい、コップを取り除いて同じく試験紙で測ったところ、結構ね変わりました。総硬度5、炭酸塩硬度10、pH が 6.4 まで下がりましたね。で、二酸化炭素が20なんだけれども、20マックスで計算したところ148でした。めっちゃやっぱあのちっちゃい水槽にいっぱい入れちゃったから、だいぶです、だいぶ上がっちゃった、うん。で今度ね、逆にエアレーションをして30分、はい、放置したらこの148っていうのがどれぐらいの数値になるのかっていうのを見てみたいと思います。そして30分が、経過しましたので、エアレーションを切って、で、先ほどと同じように、試験紙で、測定しました。そうしたところ結果が、で同じように左側が30分前、右側が30分後で、右側の数値と、まあ、見比べてみるんですけれども、変わってるところは pH ですね。 pH が 7.1 に増えて、で二酸化炭素はやっぱりね、まだね、あのマックスで20までしか表示されていないんですけれども、別で、ちゃんと計算したところ30まで落ちていました。148から30まで落ちた。だから、まあ、二酸化炭素がいっぱい水中にある時はエアレーションでやっぱり逃げていくっていうことですね、うん。だから二酸化炭素の濃度が少ない時は入り込んで、多い時は逃げていくということで、これやっぱそうですよね。まあ、気象庁の、まあ、ホームページにもありましたように、海でもやっぱ逃げたり、溶け込んだりと、二酸化炭素が逃げたり溶け込んだりしてるっていうことはやっぱ水槽内でも起こっているっていうことで、二酸化炭素が多ければ逃げていく方に働くということですね。ということは二酸化炭素を添加しているのにエアレーションをすると逃げていく、だからやっぱり、まあ、常識的に言われている二酸化炭素を添加している状態でエアレーションするのはやっぱりやめた方がいい。まあ結論はそうですよね。ただ添加してないんであれば、二酸化炭素を添加してなくてエアレーションしているんであれば逆に入ってくる可能性もあるんで、うん、ってことですよね。で自然界にじゃあ目を向けると、川の流れによって、まあ水面はね揺らめきますよね。しぶきを上げてたりするかもしれない。でその中でやっぱ大気中の二酸化炭素をやっぱ交換しているから、まあ添加しなくても、うん、まあ、二酸化炭素がある程度、まあ、含まれている環境にあるってことですよね。だから別に二酸化炭素入れなくても、うん、植物は育つと、いう感じなのかな、うん、結論から言うと。あと驚いたのが pH ってね、結構エアレーションで変動するんだなっていうのはちょっと思いましたね、うん。二酸化炭素のその、溶け込む量によってだいぶ pH が変わるということで、うん、まああんまりその添加しすぎても二酸化炭素がねやっぱ変動しすぎてしまうので、あの生態飼ってる方は気をつけた方がいいかもしれませんし、レッドビーシュリンプ水槽に二酸化炭素は絶対入れない方がいいなっていうのは改めて思いました。ここまでの変化があったら多分弱る、うん、下手すりゃ死ぬ。やっぱ二酸化炭素は入れない方がいいんだなっていう、レッドビーシュリンプにはね。っていうのは思いました。ということで、ご視聴ありがとうございました。どうでしたかね。まあいろいろね、やっぱエアレーション一つ取ってもちょっと水槽のね中に変化があるんだなっていうのがちょっと分かりましたので、何かの参考にしていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、こういった形でいろいろ実験も含めてやっていければと思っております、この朝日のデコ TV。 よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ。